本日未明、安倍晋三政権による戦争法の強行という事態が起こりました。これは戦後最悪の違憲立法です。同時にこれに反対する新しい国民運動が空前の規模で起こってきています。そういう新しい局面に立って、日本共産党として国民の皆さんへの呼びかけという形で戦いの基本方向を示す必要があると考えました。重要な問題提起、方針提起になりますので、今日ですね、午後1時から緊急の第4回中央総会を開いて、方針を議論し、全会一致で方針を決定いたしました。広く国民への、皆さんへの呼びかけをですね、私の提案という形で今日発表させていただきます。まず提案の全文で、今日未明行われた安倍晋三政権による安保法制、戦争法の強行に満身の怒りを込めて、強くこれを抗議するという意思が表明しております。同時にですね、戦いの希望が見えてきたということも強調しております。戦争法案の廃案を求めて、国民一人一人が主権者として自覚的、主体的に、自発的に声を上げ立ち上がるという、戦後かつてない新しい国民運動が広がっている。昨日も未明まで国会を取り巻いて、多くの若い方々が声を上げました。そして昨日朝9時からの、後藤党首会談では、野党が一致して、不信任案、問責決議案を提出するということを確認するとともに、もう一点、この法案の規制がどうなろうとも、今後もこの間の積み重ね、共闘の積み重ねを踏まえて、野党共闘を発展させる、特に憲法の平和主義、立憲主義、民主主義、これを守るという立場で野党共闘を発展させるということも、昨日の党首会談で合意を得たということは大変重要なことだと考えております。そういう国民運動の大きな発展、そして野党共闘の発展で、これを踏まえて今回の呼びかけを作成させていただきます。